今日は4番でしたね。そう、今日支えの話だよね。支え4番目だったら嬉しかった。4番目が一番に好きなんですよ。次何番目だろう。15日。帽子は昼公演だけだったね。そう、帽子はなんか帽子かぶれない髪型にしちゃったから変えてもらった。旅行行きました。真ん中から見れました。直接会えたのは最後かな。ありがとう。じゃあ15日と19日を見てね、 DMM で。スクランブル出演女王の片岡さんが休みますって言ってて受けた。ね、私16人公演の時1回やったことあるんで知ってた。みんな1回だけやったことあるんだけど、休みますって16人の時はさ、おんぶされるの楽しかった。てかおんぶするのが好きだった。なんかよくやってたポジションがさ、よくやってた、よくはやってないけど何回かやったポジションが、ゆずきさんのポジションはその休み回しの人をおんぶするのよ。16人公演はね。でもなんかその休み回しの人がなんか声が枯れてるかなんかで交代したんだよ、その1日だけ。楽しかった。だからいつも8人公演とか6人公演で休みますって言うとなんか質素だなって質素だなってなっちゃう。次はこっちゃんとの共演だね。そう、こっちゃんと出たいって言ったから601回になっちゃうけど次はこっちゃんと出るための公演なんで。興味を申し込みできない。そっか、じゃあ DMM で見てください。
ちろん見るよ。ありがとう。15日は別に特に特別なことはないけど、はい、こっちゃんと出るっていうのが特別なことです。アニメは何か見た？見てないよ。いや、私ってショールームしたのさ昨日だよね。今日2回公演してたから何も見てない。アイリーがやみんな昼と夜で髪型変えてた。わかんない、見てない自分のことしか見てない。田岡さんと白井さんだったらアナリーズおじさんには特別な講演内容。それはありがとう、優しい。メンバーさんで一番結婚したいのは誰？それはもう一人しかいないでしょ。それはもう決まってるよ。あの青海ひなのさんという方なんですけど、ルピーの植物作る髪型って珍しい気がする。そう、すごくカチカチなってるけど、それ爪じゃない、私の私の爪ですね。成人の日に二十歳になりました。すごっ、おめでたいじゃん。ナルピは劇場で見たら良さが倍増します。ありがとう、嬉しい。はい、ということで話すことがなくなったので終わりにしますCの公演は15日です。バイバイ。あ、間違えた。